甲州アジア大会は6日、女子サッカー決勝で日本が4対1で北朝鮮を破り、史上初の連覇を達成した。準決勝で対戦し、日本に敗れている地元の中国ファンからも、恐ろしいのは得点差ではない。これが日本の2軍に過ぎないということだ、などと驚きの声が漏れる強さだった。画像、この日唯一のイエローカードを提示された北朝鮮選手。 失点で愕然とした表情を見せた実際の写真。北朝鮮への大歓声が沸き起こるアウェーで、前半は1対1の同点で折り返した日本。後半21分に左 CK から大沢遥のヘッドで勝ち越し。その3分後には、18歳の谷川桃子が鮮やかなミドルシュートで追加点を奪い、27分にも千葉レミナが得点。リードを広げ、 そのまま勝ち切った。中国メディア、ジー・ボーバは、女子サッカー日本4の1挑戦で日本が金メダル。アジア大会2連覇 &4 回のうち金3、2・1と報じ。記事には中国ファンからさまざまなコメントが寄せられた。5回連続決勝進出で金3、アジアのバラはやはり日本に送るのがふさわしい。 日本がアジアで超一流の存在であることを認めないわけにはいかない。日本人は頭がいいばかりじゃなくて、スピードがあるし、持久力がある、などの祝福が贈られたが、特に驚きだったのは日本が一軍レベル不在の急増チームだったこと。適当にどのチームを派遣しても金メダル。世界でも日本の相手になるチームは多くはない。 日本は適当にチームを組織すれば、アジア大会ならほぼ問題なく勝てる。問題は、我々が主力でも勝てないことだ。恐ろしいのは得点差ではない。これが日本の2軍に過ぎないということだ。平均年齢23歳の日本の3軍がアジア大会金メダル。日本の女子サッカーの人材の備蓄が恐ろしい。3軍が優勝って一体どんなレベルなどの声が目立った。